どうも、後藤てるきです。今回の動画は、性的表現は今後なるべく控えますという、動画です。よくね、僕のチャンネルだからかもしれないんですけど、やっぱね、性的表現、性的な質問とかがよく多いんですよ。で、僕もね、答えてあげたいと思って答えてきた、なるべく答えるようにしてきたんですけど、やっぱりね、あのね、ほんと YouTube さん側がね、結構厳しいんですよね。性的表現ね、ガンガンね、気にせずやってたら、もうね、広告制限が入りまくって、もう末期っきなんですよ。末期っき。だからね、ちょっと、やっぱり、広告制限、やっぱ広告やっぱ収入とかも大事なんで、別にそんな入ってないんですけど、広告収入、全然ないんですけど、あるとないとだけやっぱ、ね、1000円でも2000円でもね、入った方がいいと思うんですよ。まあ、そんなね、たくさんもらえないにしても、全くないとあるとだと全然違うと思いますし、まあ、広告制限のその先に、アカウントバンっていう可能性もありますから、広告制限だったらまだしも、そのアカウントバンに踏み込んじゃう可能性もあるので、なるべくその YouTube さん側の基準を遵守したいと思いますし、僕自身ね、そんなにね、別に性的なことをね、言いたいっていう人間じゃないんですよ。政見放送でそういう風に言ってるかもしれないですけども、それはもうあくまで政見放送だからであって、普段からね、そんなチンコマンコ言ってるような人間じゃないんで、だから、まあ、そんな別に動画で、ね、言うつもりないんですけど、やっぱそういう質問が来てね、誰かのね、役に立ちたい、困ってる人を助けてあげたいっていう思いで僕は答えてきたんですよ。で、先日もね、気持ちのいいオナニーの仕方教えてくださいとかね、そういうのが来て、まあ、正直知らんかなって、知らんかな、お前自分で考えろやって話なんですけど、まあ、ググれって話なんですけど、まあ、答えてあげたんですよ。で、気持ちのいいオナニーの、仕方教えますだと、ちょっとやっぱ、直接すぎて、あれかなと思ったんで、まあ、気持ちのいいマロニーのやり方に教えますって表現したんですよ。オナニーをマロニーって変えて、表現したんですよ。そしたら別に大丈夫だったんですけど、やっぱね、YouTube の AI って優秀なのかわかんないですけど、わかんない。どうなんだろう。もう俺、アカウント、どうなんだろう。まあ、とにかく、末期っきだから、とりあえず、広告制限入っちゃったんですよ。それでも、気持ちいいマロニーの仕方でもダメだったんですよ。で、ちゃんと手動でね、やったんですけど、やっぱ、YouTube さん側、人間がこう審査してるのか分かんないんですけども、気持ちのいいマロニーダメだったんですよ、結局。逆にマロニーだったからダメか、だったかもしれないし、ちょっとそこはもう分かんない。俺も正直分かんない。気持ちのいいオナニーはちょっとまずいかと思って、気持ちのいいマロニーってつけたら、それもダメだと。だからダメなのか、それもそもそもダメなのか、もうよく分からないし、今後ね、要注意人物だみたいなことをね、AI 側でずっと思われ続けるのも、ちょっと厳しいんで、本当に、性的表現はもう、なるべく答えないようにします。ちょっと本当申し訳ないですけど、もしそういうの聞きたい場合は、リアルな場でね、聞いてほしいなと思います。オフ会みたいなところでね、質問していただければもうね、そこで答えますし、だからネット上だとね、そこもね、ほんと表現の自由とかでね、ちょっとそういうところ、今ほんと厳しくなってる感じなんで、ちょっと難しいですね、ほんとに。だから僕がね、自発的にね、なんつうんだろう、思わず、チンコマンコとかさ、そういう風に、そう表現することはね、今後もあるとは思いますけど、その言葉のチョイスがふさわしいからそれを言うとか、その話題をすべきだと僕が思った、結果、それを、言うことはあると思いますし、ただ、その、質問してね、なんか、気持ちいいセックスのやり方、気持ちいいオナニーのやり方とか、チンコがどうだろう、マンコがどうだろう、どうだろう、おっぱいかとか、そういう質問が来ても、もう答えないようにします。本当申し訳ないんですけど、はい。一応、まあ、YouTube というそのルールの中で、それに遵守した形で、本当やっていこうと僕も思いますし、まあ、それが、一応 YouTube さんのね、ルールなわけで、まあ、YouTube さんを使っている限り、まあ、僕は、まあ、それに支配されているっていう状況なので、そこは、まあ、遵守していきたいなとは思っております。まあ、別に、僕は、そういったね、ことを別に
言わなくてもいい話もできるし、ちゃんと別にそれ以外のことも伝えることたくさんあるんで、僕の本質は別にその性とか性の表現が僕の本質でもないですから、まあはい、そういう形なので、今後はねちょっとそういうの本当そういう表現はちょっと仕方をもしかする、ごめんなさいという形にするんで、ごめんなさい、そういう形なので、そう思ってください。まあ、まあできるときはしますけど、まあ一応そういう風な形で自分も、日々、進化というか、対応していきたいと思っております。ということで、以上です。はい、後藤輝樹でした。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。